皆さんはどんな時にスマホで写真を撮りますか気になる調査結果が発表されました。インターネット調査を手掛けるマイボイスコム株式会社は、7月1日から5日にかけ、スマートフォンのカメラ機能の利用に関するアンケート調査を行い、その調査結果を発表しました。1万8人が回答した結果によると、直近1年間にスマホで撮影した写真については、 メモの代わり、記録用が48.6%、次いで風景、自然が40.5%、食べ物、飲み物が35.2%、家族、子どもが34.1%という結果にスマホで写真を撮った人の撮影頻度はほぼ毎日が5.2%、月に2、3回は23.2%。 1> 週1回以上撮影する人の割合は45%という結果になりました、また直近1年間にスマホで動画を撮った人の割合は50.1%で過去の調査と比べて増加傾向に一方でスマホのカメラについての不満、困ることとしてはテレビなどの一瞬画面に出た情報をレモ撮影しようとしてもカメラ起動が遅く間に合わない。 ズームをすると手ぶれしてあまりきれいに撮れないなどの声が寄せられました。